やさち、やさピーマン。ちょっとさ、ずっと時間バタバタしたりして、ずっと YouTube の、前編集してた動画の修正をずっとできていなかったので、今日もう終わらせます。今日、寝るのが何時になるか分かんないけど、今日一回終わらせる。キウイめちゃおいしい。なんか今少量のイベントをやってるからさ、ショールームイベントやってるから、この時間配信めっちゃしてる人いっぱいいてびっくりした。おお、こんなに人やってんの久しぶりに見たなと思って。待って、バッテリーが。今日はね、ボイトレにしてきたんだ。あれ、わあ、イヤホン不明、行方不明イヤホン。あ、待って待って、最高あった。編集中の動画ミスター見た？見たよ。ミスターとかに直した方がいいとこ聞いて、それで今からそれを直してふさふさに抽出する。30歳おめでとう。10個間違えてるね。10個間違えてるかな。20歳ね、宇多田は。こんばんは。星集めに来ました。ありがとう、星集めに来てくれて。よいしょ、いいとこ。よいしょ。パソコンのさ、充電器さ、アップルのさ、先がさ、大きすぎてさ、コンセントさせたら落ちそうなのあるあるじゃない？こんばんは。すごいよね、2カ国語喋れるの。今日のキウイ当たり。美味しい。40なの？ちょっと突っ込むの疲れちゃったよ。夜更かし、そう、夜更かししたくないから早く終わらせる。ハチかわいい、ありがとう。もうボサボサで、私の見てここくせ毛でさ、ここのさ、アホ毛がすごいのよ。これね、私の髪の毛の特徴なんだけど、私すごいくせ毛ちゃんなんだけど、そのくせ毛ちゃんがここからね、ふわふわって出て、こうやってなんかイカみたいになるの。これがちょっと嫌なんだけど、しょうがない、くせ毛ちゃん。なんかアホ毛なのかよくわかんないんだけどね。アホ毛にしては絶妙な長さ。すんごい適当に選んだキウイが美味しくてびっくりしてる。暑くてエアコンがつけたい。こんばんは。そう、キウイ食べてる。そう、謎の言葉たまにね、しゃべるけど。そう、ありがとう。遊びに来た、ありがとう。方形はアイロンとかしたら治ったりするかもしんないけどって感じかな。今日はね、ボイトレしてきたんだけど、イベントの。今イヤホンの絡まりを取ってます。ね、果物で、ね、お箸で食べてる。フォークでもいいんだけどね、お箸が。今更いい
妹遊園地まだ連れてきてない、まだ使ってないその券。では今からノリアットマークユースアニガハート。昨日話し会だったんだよね。あっという間に感じるな。1週間前くらいの感覚でいた今一瞬。それはない。ミッサーが結構修正ここにこうしたらいいんじゃないってめっちゃ送ってくれてたから、それを見て、なんかカレンちゃんは Wi-Fi の調子が悪くて動画が見れませんって言ってた。これかな。あ、間違えた間違えた、違うの開いた。 F 番代わりに白いの前に置くと、いやー確かに頭いいね。でもちょっと今置く場所がないな、パソコンがあるからここに立てかけとくか。あんま変わんないね。あんま変わんなかったわ。あ、ここいや、どちらにしても暗いからいいや、もう諦めるわ。あのもう次のなんだっけ、次の照明買うまでもう諦めた。そう、サイン届くんやろうね。あれですね、今日のご飯はあのマグロのなんていうんだっけ、あのマグロがぐちゃぐちゃになってるやつなんていうんだっけ、マグロとあとねアボカドの丼ちゃん作った。かにゃん。あ、そうそう、ネギトロ、ネギトロって不思議、ネギ入ってないのに。今日も再販になってまた追加したかった。ん？再販になったってこと？ネハチで食べたらね、美味しい果物よ。カレンちゃん配信してから、いや別に大丈夫、もう大丈夫よ。待って、あ、イヤホンが効いてませんね。これイヤホンが効いてませんね。待って、効いてないのか、片耳しか聞こえ、あ、それだ、片耳しか聞こえなくなってんだ。ちょっと音量がでかいのかもしんないな。まあいいや。 YouTube って確かでかすぎたら勝手に小さくされるのがあったんだよね。ここをちょっと小さくする。え、なんかさ、ちょっとプレミアプロ使える人とかいないよね。なんか硬いのあった。音量チェック難しい。プレミアプロ一気に音量下げる方法って調べよう。こんばんは。貝類は食べれるけど魚介類食べれない。ああ、そうなんだ。私あんま貝食べないんだよね。別に嫌いじゃないんだけど。あ、そうなんだ。宣伝しないといけないわ。あ、来た。プレミアプロで音量を統一する方法。オーディオクリップを含む。ダラ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 。
オーディオその状態で右クリック、右クリックを発動。ん？右クリックしても何も出てこないんだけど。あ！ちょっと待ってね、今調べてるからね。左クリック、左？オーディオ、あ、これか。オーディオゲイン、あ、これあったあったあった。ありました。宣伝画像作ったよ。ありがとう。優しいね、調べてくれる。こんばんは、初見です。北海道だ。ひるぎさん、ありがとう。はじめまして。これはさやちゃんなのかあやちゃんなのかさやかちゃんなのか分からないけど。オーディオゲイン、選択したクリップの最大の、なるほど、ちょっとよくわかんねえ。わかった、マウス買った。マウスはいらないかな。マックは。ひるぎさん、またありがとうね。こんばんは。みんなは今回のイベント誰応援してるの？うん、参加して、あ、キュウイなくなっちゃった。今回はね、参加してないの。応援する、ありがとう。いつもやろう。トラックとかマウスに貸した。オッケー、こんばんは。私は普通に作ってますね。明日は生誕 T シャツ、あ、そうなの、届くの、よかった。そう、何デシベルにすればいいのかが分かんないな。最大のピークを、暑い、暑いね今日。私のアホ毛が動いてきちゃった、湿気で。ほら、これどうにかしたいんだけど。こんばんは、ウドさん、ありがとう。なんか今回のイベントいつもだと近くないって思う、私も。なんかランキングとかさ、その横に出ないんだね。いつも出てたからさ、あ、もうこの子何位なんだとか思ったけど。なんか最後に、一日の最後に発表されるんですかね。で、私も、あ、いつもと違うんだと思って。すべての、
あ、そうなんだ。12時に1回だけ発表するんだ。ブラインドタッチできる？ちょっと。ちょっとできる。どうや。暑いね、今日は。顔暗くないもんと、照明って大事だよね。顔が黒い。暗い。マリオみたいにおしゃれな帽子。ありがマリオ。ヒャッホー。ルイージー。オーディオゲイン、マイナス、あ、そういうこと？待って、マイナス6、ちょっと待ってね。あ、いけた。うるさすぎた音が調節された。あ、いけた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 。あ、いけたわ、いけたわ、いいね。ちょっと調節したよ。クロマリオだぜ。ねえ、ねえ、暑いよね。このそう、空気がねっとりしてる感じの暑さが私一番嫌い。暑くてもなんかさ、爽やかな風とか吹いてたらさ、もうちょっとテンション上がるのにさ。ヒカキンさんとの写真ちわる。ちわらないで。もうあれ、私もうドキドキの一枚なんだから。画面がノイジーですか。はい、1個できた。で、このミス、ドールだ。あ、なるほど。待って、この編集昔にしすぎてさ、ミスターとカレンちゃってる。もう方になったよ、みんな。なんかせっかく一緒になったけど、まだ全然一緒にチーム方で活動できてないの、ちょっと寂しい。もう方だよ、みんな方だよ、吉田も方だよ。これはなんだ。お話し会のイヤホンはね、最近は回収されてまた次回使うよって感じかな。 OK。名古屋の暑さってこういう感じ。名古屋の暑さ、なんかね、愛知県はね、あんまり気持ちいい暑さではないよね。東京もあんま気持ちいい暑さだとはあんま思わないけど、どうだろう、どこが気持ちいい暑さなんだろうね。ん、なんか吉田のがずる。あ、方が気持ちいいです。まあいっか。はい。
いけ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 、うーわー来たー、あちゅあちゅあちゅ、そう湿気すごいよ、あいね、あいですごいよね湿気。部屋は片付いたのだろうか。え、待って待って待って、なんか爪が剥がれてるんだけど、今足の指痛いと思ったら爪が剥がれてるんだけど。赤金さんとの写真感動した。私も会った時震えたよね震えたよ。愛知めっちゃ雨降ってんの、洗濯できないわ。最近さ、あのさ、梅雨を取り戻してるよね。あ、今年は梅雨が短かったなとか思ってたらさ、急に梅雨取り戻したよねなんか梅雨明けしたって言ってたけど、今が梅雨って感じがする。すごく、何これバグってるの。もうあとちょっとだから頑張ってほしいんだけどな。雨降り出したの。愛知に住んでる人多いね、この配信。愛知住んでる人多くね。愛知県民多いね。 OK、 カレンちゃんジョンマイラブある。そうそうそう、いたたたたた、え、そすみな3人でシェアハウス。え、なんでなんで、え、待って、なんで爪が割れてるの、なんで。爪切る。悲しい、爪がボロボロ、悲しみず。カレンちゃんは赤面症かな、かもね、赤面症かも。カレンちゃんはね、カレンちゃんは基本顔赤いイメージある。待って、ミスターすごい。え？ある？いや、ないの？ん？ん？まあいいや。今日は男女上がれるかにゃー。俺も心は初子のそばに住んでるぜ。ね、爪が剥がれるの痛いよね。大丈夫だった。でもなんか剥がれたとこ別になんか血出るか出ないくらいの感じだった。でもなんでだろう。大丈夫でした。バンコクから帰国しました。お疲れ様。こんばんは。愛知移住したい。まずい、まずい。レンちゃんどんな説になるだろうね。もう結構コミカルになりそう。この辺に入るとこ一緒だったんですよ。ごめんなさいよ。あ、なるほど。うん？あちちち、あちちちちちちち。暑いね。こんばんは。今日誕生日です。おめでとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ナオキさん、ハッピーバースデー、ジュユー、ハッピーバースデー、トゥユー、おめでとう。こんばんは。来月のスケジュール見たら、ハットの先着編は休みたいです。お待ってまーす。
ちょうどさ、みんなとさ、お話をしようか。今年ってまだセミ鳴いてんの？あんま聞いてないかも。愛媛では鳴いてたけど、東京とか愛知鳴いてたかな。プチよりしやすい。え、宇多田のドーナツ1万再生されるの？あの動画が？なんで？なんで？なんで？知らなかった、ありがとう、教えてくれて。エフェクト同じ7月まで嬉しいね。今日のレッスンは舞台じゃないよ、イベント。7月の28日にゼップ羽田でイベントがあって、そうそうなのさ。でそのイベントのボイトレ、そのボイトレをしてきたよ。うん？なんでできないの？なるほど。今日大学でセミ鳴いてた。可愛いから、多分そういうことか。可愛いから動画1万再生されたのか。そういうことか。ね、28日ね、撮影とかできるらしい。何ゼミだろう、大学だけに面白い。大学遊びに来たよ、ありがとう。ほげー、大変だね、頑張って。顔暗い、光を光を僕に集え、顔が暗いぞよ、顔が暗いぞよ、光を僕に集え。僕に集え。カネチャットマークリランチェさん、ありがハート。なんかさ、今年はスイカを食べたいんだ。毎年スイカを必ず一人で一玉食べるっていうのを目標にしつつ叶えられてないから、今年は YouTube の企画で一人で一玉スイカ食べるっていうのをやろうかな。そうしよう、やろ。なんか愛媛とか大きいスイカ売ってそうじゃない？ね、売ってそう。どうだろう。カネッチャとマークリランチさん、ハートありがとう。帽子取ってもね、あんま変わんないよ。てか帽子は髪の毛がボサボサだからしてる。どう、ちょっと明るくなった。パソコンの明るくして。もっと光を。うるさにがハート。お腹壊すよ。いいじゃん、食べたいんだからいいじゃん、壊してもいいじゃん、別にいいじゃん、食べたいんだもん、食べたいんだもん。食べたいんだもん、食べたいんだもん、食べたいんだもん。
難しいな。鼻かゆいな。ぼっちゃんスイカとかありそう。ありそうね、朝露のルシュでさ、売ってそう。ぼっちゃん大悟スイカ3連だいいね。なぎちゃんがスイカバー食べてた。あ、なぎちゃんの配信見てるんだ。いやもう諦めた。今日は顔が暗いのは、だってもうさ、だってもうさ、このなんかだん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 って上がる前なんだよな。スイカバーってさ、緑色のもあるっけ、確か。私は普通のスイカバー。いや、帽子は取らない。だって帽子取ったら髪の毛ボソボソだもん。もう諦めてる。この帽子は、一時期流行ったよね。なんか別に流行ってて買ったわけじゃないんだけど、買ったらみんな持ってたみたいな。でも流行って結構いろんなとこに同じような帽子あって。私は上野に予定があった時に、上野のお店で、上野のなんかアブみたいな、ABAB みたいなさ、お店あるじゃないですか。で入ったら、そこのなんかお店入ったら左側にある服屋さんで買った。ブランドは覚えてないです。ちょっとよくわかんないけど、なんかすごい、これを押して、右クリック、これだな。デフォルトのトランジションを適用。開始位置はクリップ A と B の中央。あ、間違えた。 A の最後。あ、間違えた。間違えてる。おおおおお。愛媛の毎日人。でも愛媛って別にスイカは有名じゃないよね。でもなんかね、いっぱい新鮮なのがあるもんね。あ、ライト行く。スーさん、ありがスイカ、スイカだ。暑い、今日暑い。編集終わらさなきゃ。編集終わらせなきゃいけないね。来た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 
来た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 、編集一つ覚えました。チャーったら、あー待って、 Siri が反応した。 Siri が、あーち、 Siri が、よいしょ、できた。はい、いただき、一つ覚えました。配信しながら進む、うん、あ、全然やめてほしかったらやめますけど、でも配信をしたいけど編集をしたいけど時間がないっていう、このでも配信はしたいなっていうので、ダブルブッキング、エアコンつけたいな。誰の YouTube の編集ですか？私のでございます。編集はね、全く簡単ではない。でも調べたら一つずつ、少しはできるようになると思う。暑い、待って、もう暑いかも、限界かも、エアコンつけたいかも、エアコンつけたいかも、ちょっとエアコンつけたいかも、みんな暑いかもしれない。エアコンつけろ。ちょ、リモコンもね、行方不明なんですよ、実は。それでつけてなかったんです。部屋が汚いからさ、エアコンがさ、ちょっと見つからないんですよ。でも絶対ある。私は今日、ここを出る直前に、あ、エアコンつけたじゃん。やばいやばいと思って、急いで消して、でそれをどこかに、この布団畳んでる中に入って、でも畳んでしまって、あ、いた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 、はい、発見した、ピッ。でもこのエアコンね、結構ちょすぐにつく、ヘイハツ、エアコンほんとすぐ冷たくなる。みんなはエアコン何度にしてる？私は今28度。何が普通？リモコン定位置でここにしよう。23度。でもね、このエアコンね、28度でも結構涼しいの。多分ね、みんなの25度くらい、28度が。でも最初26度だったんだけど、普通に寒すぎて、22度とかにしてる感じだった。なんで帽子かぶってんの？やっぱ髪の毛がボサボサだからで。そう。そうなのさ。28度。ああ、風向きを上にするとか。
ンガンエアコンかけて布団寝るの最高。確かに、わかる。風向き、わかんないよ。何でもいいや、暑いから。へへへ、何でもいいや、何でもいいか。よいしょ、はい、やべえ、編集一つ覚えたら 楽ちんになった。アバタニー、切るとこ失敗したかも。はっ、イラギさんがハート、室内で帽子と隣部屋とか別に良くない。あ、アイドルだから帽子で顔を隠さないで顔を見せてほしいとか、そういう感じかしら。そういう感じかしら。なんかさ、こうおしゃれで帽子をかぶるのはいいんだけどさ、レストランとか行ってさ、帽子取んないといけないかなって悩むときにさ、あの帽子をさ外すと髪の毛ボサボサだけど、でもなんか取った方がいいかなみたいな、室内帽子とかで悩むのめんどくさいよね。でも私本当に癖がひどいから帽子でごまかすこと多すぎて外したくないんだよね。なんかだからご飯行ってる時の相手で買える。なんか友達とかだったら帽子かぶったまま食べちゃったりとか、まあお店にもよると思うんだけど、いいけど、なんかよく室内、なんかそういう中でそういうちゃんとしたお店では外した方がいいのかなみたいなとか、だからなんか相手とかなんかお偉いさんとかがいたりとかしたら外したりとかすると。帽子ってね、なんか調べたことあるけど一回、なんか別にいいみたいなこと書いてあった。見て、今喉って書いてあって思い出したけど、これ見て、お母さんが買ってくれた龍角散の粉のやつ知ってる？これ私もこれはですね、龍角散なんですけど喉を守ってくれるこの粉をね、今からちょっと喋れなくなるから見ててください。これを下の方に置いて溶かしたら喉がコーティングされるんですけど、ジョンマイラブ出るようになってから喉って大切だなと思ってお母さんが買ってくれました。なんか隣のなんかお菊池役やってるしおりさんが持ってて、これを一回ハツカが舞台中に喉が枯れちゃって声が出なくなった時に貸してくれたんだけど、欲しいなってずっと思ってたんだけど、そしたら家に帰ったらお母さんが普通に持ってて、これをね、これ喉にいいらしいから買ったって言って家にあって、あ、これ私買おうと思ってたやつって言ったら私用にもう一個買ってくれました。でもこれマジで失敗して咳しちゃうと口から白い粉が噴射されるから気をつけてください。お母さんの優しいやろ、マイマザー、マイマザー優しいからさ、マイマザーが優しくて、マミ優しい。みんなのお母さんはどんな人だい？あ、なんかそういうのあれだったらごめん。
ただきます。お母さんに怒られないように生きてきたかもしれない。私基本的に人に怒られないようにして生きてきた人間なんですよ、ずっとね。そう、でもさ、人間誰しもさ、怒られたくなくても怒られる時があるじゃないですか。なんか AKB とか入って特に、やっぱ小さく怒られる。AKB とか入ってたら怒られたくなくてもないですか。だからまあもう怒られるのはしょうがない。でも怒られるのはまあいろいろ怒られて、あ、怒られるとかまあ注意されるとか、これ言うとまたね めんどくさくなるんだけど、あの注意されるとか、まあその何かを指摘されるのがすごい小さい頃はなんか苦手だったから、そうやって生きてきたけど、そうだからお母さん、あんま悪いことをしなかったんだよな、基本的に。小学校中学生は、そう、小学中学生はあまりね、私ねいい子だったんですよ。基本いい子だったから。でお母さんは優しかったね。お父さんは変なことでキレるね、不意に。でもそれに対してすごい変なことでキレるから、それに対して私が怒っちゃうけど、おかしいでしょ、まあ、急に大声出さないだよ。でも基本優しいかも。そう、しつけか、まあ、いろんな家庭がありますわ。順番に変わ…待って、もう11時20分なの？早いね。ノート。うん。いろいろありますわな。なんかさ、グッドナイト。 I'm Kevin from Indonesia。 インドネシアって英語なんだね。Thank you。 あ、なんかさ、 YouTube の編集って大変だよね。 YouTube の編集大変だよね。キャプー、インドネシア語は共通語なんだ。お仕事の準備するんだ、偉いね。ちなみに明日は私は久しぶりに3人で集まりますよ、 YouTube の。久しぶりに3人で集まって YouTube を撮ります。みんな忙しいから撮れる日が今日くらいしかなかったけど、
あ、間違えた。よし、ダーテスだったらまあギリギリ許そうって感じかな。よし鉄でしょ、言いやすいのは。なぎなたの稽古、あー違いますよ。JKT48 でジャカルタで演奏できるといいですね。待って、そうですね。なんでなんでなんで。わかんない、カレンちゃんのことは。お父さんから来てた。みんな的にさ、辛いものってなんだと思う？辛いものってなんだろう？激辛料理ってなんだろう？なんかないかな、激辛みたいな。ルンちゃん復帰でも、まあ復帰するかどうかは多分未確定だから、てか復帰する今のところ予定はないので、はい、あの復帰するなんかか復帰するでしょうとは思ってない方がいいかも。8月15日が一応千秋楽だから、8月15日までみんな後悔なく見に来てね。中本ラーメン人生、あーそういう感じ。台湾ラーメン、あ、なんかちょっと一個くらいするのもあっていいか。なるほどね、なるほど、なるほど。一個ひらめいた課題の。そうだ、すごい話ぶっ飛んでいいですか、一回。話ぶっ飛ぶんだけどさ、
話ぶっ飛ばせようと思って、ああそうだあれだあれだあれだ、ツイッターのフォロワー数が3万人いったんですよ。実はなんかね、ずっと言おうかなと思ってたんだけど、3万いったり29,098とか戻ったり行ったり来たりしたから、ある程度落ち着いた人数になるまで言うのやめとこうって思ったら、気づいたらね、3万195人になってた。イエーイ。だからもうさすがに2万人台に戻んないでしょと思って。待って、私が3万人いったのっていつだ。でも確かね、ツイッターのスクショをしてたはず。ツイッターのスクショに3万人ぴったりのスクショがあるんですよ、私実は。あった、6月16日だ。ほら、でもってことは1ヶ月でまた195人200人くらい増えたんだ。すごっ。なんで、シュンさん、ありがだるま、ありがだるま、エコー、もう言われた通りに修正してる動画を。本当？自分が見た時29,997人だった。オーディオエフェクトディレイと、ディレイ、そうじゃのう。ちょっとエコーの書き方は分かんない。全然エコー数値を変えてるんだけどさ、多分ちょっと伝わない。数値は変えてんだけど全然エコーかかんないぞ。
なんでだ。なんで。なんでだ。なんでだ。今11時36分か。みんなは明日は何をするんですか。ちょっと待って、ウィン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 、後にしよう、一旦後にしよう。あとは明日何するの。明日は YouTube の撮影と、もしかしたらレッスン。次の日は多分お仕事頑張る。偉いね。明日もお仕事、みんなお仕事だ。大変だな、本当にな。偉いね。みんな頑張ってて偉いぜ。お仕事楽しい。うん。私はね、ジョン・マイ・ラブ今出てるんだけど、ジョン・マイ・ラブがでも今楽しいかな。なんか最近劇場とかライブ出てないから。っていうのもあるけど、ちょっと難しくて伝えてるあるけど、そう、今やる楽しい。そう、あとは再販された CD の申し込み。8月も見に行く。やったー。もし終わっちゃった。あにゃあにゃあにゃ。待って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 、私今ね動画の編集してて、動画の音声にエコーをかけたいんだけど、私エコーかけてるな。どうやってかけたんだ。あれ、エコーかけてるな。なんで、これエコーかかってる、うん、エコーかかってる。他のやり方でやったのか。あ、待てよ、エコーのかけ方わかんなくて困ってたのに、昔の自分はエコーのかけ方がわかってる。なんだね。
昔の自分にできてたことができなくなっている。はい、 OK でございます。そういうことあるよね。あんな司会楽しかったね。私も楽しかったな。あっという間なんだよな、お話会。ドラの音で、こんばんは。仕事してる？ちょっと今日はあんまみんなと配信、私配信で作業するの好きだけどさ、多分配信でお話したい方は話しいよね。よし、できそうな気がしてきた。今日中にキャワハラのおかげでできそうな気がしたので、それ勘違いしてるよ。ハッツは年を取ることに関してマイナスに考えてたって言ってた。それでも勘違いしてる、誤解してる。それ多分それで、ね、読み取り方間違えてると思う。違う、ハッツ言ってないもんだって。だから、ね、送ってくれたよ確か。ファンのなんか確かね、旦那さんのファンの方がこんな風に送られてきたよって送ってくれたんだけど、それともハッツに対してハッツが言ってたじゃなくて、皆さんがそうと思ってたけどっていう意味かな、多分。まあ難しいよね日本語って。そんなんつか別に私ということ、まあ、マイナスにか、まあ一面も考えてないわけじゃないけど、そんな。嫁ラブ行きたいね。じゃああと5分は編集はしずにみんなとお話ししよう。はい、カモン。なんもないやろ。なんもないか。なんもないか。そうですね、明日は YouTube の撮影をして、でもまあみんなのおかげで編集スイッチがちょっと入ったのでよかったと思います。ありがとうございました、お付き合いいただき。コメントが進まなくなっちゃった。あ、もう家出るの。編集はまだ終わってないけど、まあもう少しって感じかにゃん。おやすみなさい。初お話会行こうと AKB の YouTube で申し込み勉強してる。嬉しい、待ってるよ。ドラマ来てね。お話会の申し込み方ね、もっと簡単でねなったらいいよね。難しいのもね、まあいろいろあるのか。動画アップ楽しみにしてるね。ありがとう、みんなもありがとう。編集を見守ってくれて。明日はメイクするんですよ。 YouTube の撮影しないといけないから、だから多分配信はすると思うんだよね。
メイクした日は基本的に本当は配信したいからすると思うのだが、時間は夜かな。あ、そうだ、忘れないうちに。まだ忘れないうちに。ちょっと待って。なるほどね。髪の毛傷んできた。何もしてないけど毛先がパサパサ。このアホ毛やばやば。トリートメントいかないとかな。トリートメントか。生えてるだけで幸せ。笑いづらい。嘘。そうね。髪の毛伸びた。こうやってやったらショートカットに見えるね。明日は20日なんですよ。皆さん知らなかったかもしれないんですけど、実は明日7月の20日で足の裏が未だに治りません。ちょっとかゆいです。最近なんか食べたいなと思ったらビタミン C 飲んでます。舐めてます。でも愛媛行くたびに、まあ、基本的に久しぶりのジョンマイラブになるからすごくファン。イケメン、イケメンおる？どこどこ？今飴舐めてるみたいになっちゃった。ビタミン C 舐めてる。もらっていい？ショートカットを早くしたいな。似合うかな。じゃーん。こんなに長くなってちょっと取れちゃう。よし、50分になってしまったのでランキング見ますか。13位、ワイワイテルさん。ワイワイワイテルさん、ワイテルさん、ありがとうございます。12位13位、ありがとうございます。11位、キングチャイタさん。カングチャイタさん、ちょっと読み方わかんないかも。カングチャイタさん、 Thank you very much。 10位、シュンロスさん。シュンロスさん、ありがとうございます。9位、ちひろちゃん。この顔文字、ちひろちゃん、ありがとうございます。8位、大ちゃんとマーク UF。 2次元は裏切らないさん。大ちゃん
ありがとうございます。大ちゃんさん、ありがとうございます。7位、まさかずアットマークうーさん。まさかずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、ひいらぎさん。ひいらぎさん、ありがとうございます。ひいらぎさん、ありがとうございます。5位、スノーさん。スノーさん、ありがとうございます。スノーさん、ありがとうございます。4位、まさくまさん。まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。ありがとうす。3位、スー、週末の舞台楽しみに生きる、頑張って私も生きようね。スーさん、ありがとうございます。そして2位はのりアットマーク US さん。のりさん、のりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はしんのすけかっこ755、しんのすけって変わんない。あ、俺がナンバーワンだが、チェックからついてる。しんのすけさん、ありがとうございます。ということで、なんかさ、あれ、ちょっと何か言おうと思ったんだけど忘れちゃいました。あ、分かった、思い出した。私最近虫歯ができそうって言われて、歯医者さんで、歯医者さんの予約をしなきゃいけなかったんだけど、今日歯医者さんの予約をしました。えらい、えらい、ちゃんとしたよ。そう、偉いやろ。あれ、どこの歯医者さん予約したか分かんなくなっちゃった。あ、待って、私適当に歯医者さん予約したから結局どこになったんだろう。まあでも分かるっしょ、電話番号で調べたら。2個かけた。1個目は全然空いてなくて、なんか舞台行く前に歯医者さん虫歯の治療をしたかったのね。そう、でも舞台行くまでで行けなさそうで、1個目が。で、2個目は舞台行く前に行けそうだったから行った。ちょっとバタバタだけどね、虫歯を治してくる。で、私歯医者さん結構好きだから。じゃあみんないい夢見てね。明日は多分配信は何時くらいになるかな、ちょっとわかんないかも。だけど多分夕方とか、もしかしたらイレギュラーで朝配信をする可能性はなきにしもあらずだけど、メイクしようかなみたいな、メイク配信してるかもしれないけど、基本的な配信は夕方くらいだと思います。6時とか7時とか8時とか、また分かったら言うね。じゃあまたね、バイバイ。そう、行きつけの歯医者さんじゃない。